おはようございます。今日はダハブからカラードキャニオン、そういったところに行くんですけれども、ウォルフサファリ、この会社で、はい、契約しました。いろいろとカラードキャニオンのツアーを値段比較したんですけども、だいたい他のところだと450とか400エジプシャンポンド、2800円ぐらいですかね。でもここは320で行ってくれるということで、2100円とか2200円ぐらいですかね。ちょっとかなり安かったんで、まあここにしたんですけどもまあ安すぎるんでね、他と比べてちょっと心配だったりもしましたけど、待ち合わせの時間にそろそろなりそうですけれども、どんなとこに連れてってもらえるのか楽しみです。ホワイトキャニオンに着きました。すごい、ちょっとね、これは想像以上かな。ちょっと似たような雰囲気といえば、カイロから行ったバハレアオアシスなんですけども、いやこれはちょっとね、想像を超えてるかも。これはすごい、ちょっと想像以上ですね。めちゃくちゃ楽しみ。さあ、ホワイトキャニオンの中に行ってみましょう。滑らかなね、岩肌。昔海の底だったんじゃないかと思うような感じですね。
谷歩けるような感じになってますけどね。昔はここもしかしたら川が流れてたりとかしたかもしれないですね。